アルバート・ワトソン2世、アルバート・ワトソン2世、アルバート・ワトソン E、1909年1月5日から1993年3月14日は、アメリカ陸軍の軍人で、最終階級は陸軍中将。太平洋戦争中の沖縄戦に参加、また戦後は、ベルリンでの駐留指揮官を務め、東西ドイツとの外交折衝に尽力した。 その後1964年8月1日から1966年10月31日まで琉球列島高等弁務官を歴任し沖縄の自治権拡大を行ったものの国防上の観点からアメリカの市政権下に置かれた沖縄の重要性を説いた。ワトソンは1909年1月5日にイリノイ州マウントバーノンで誕生した。父親は陸軍大佐を 祖父のアルバート・ワトソンは、イリノイ州最高裁判所で裁判官を務めていた。また彼は、死去するまでの一生の間を、米国聖公会の信者であり続けた。ワトソンは、アン・ダンラップ・ブッチャーと結婚した。アルバート・ワトソン3世とジョン・ウィワトソンの2人の子供を授け、彼らをペンシルベニア州の軍学校へ入学させた。ワトソンはドイツに配属された経験から、 ドイツ語を流暢に話すことができた。また趣味は、テニスとゴルフの他に、ベルリンの新聞によると、馬術、トランプゲームのコントラクトブリッジ、オペレッタ鑑賞、ミステリー小説をたしなんだとされている。シラキューズ大学の修造研究センターには、彼の手記を収集している。ワトソンは1934年から1935年の同期生として、 野戦砲兵学校を卒業した。また、アメリカ陸軍戦争大学校を卒業と同時に、東大学の教員を務め、軍事戦略と戦術、地政学を教えた。彼は、第二次世界大戦中にホーランジアの戦い、レーテ島の戦い、沖縄戦に参戦した。彼は主にニューギニア島で第十陸軍に所属し、その後陸軍参謀部の人事担当参謀次長に、 就任した。また、第二次世界大戦後の朝鮮戦争にも参戦した。1963年から1964年まで、第三軍の司令官を務め、また、第二十四不評連隊を含む西ドイツに駐留する二つの不評師団を指揮していた。彼は、退役時に中将に昇進した。 ワトソンは1961年5月5日から1963年1月2日まで、少々としてベルリン司令官を務めた。任務中多くの役割をこなし、外交官、ウォルター・ダウリングの外交的役割、ローリス・ノースタッドの軍事的役割、そしてアメリカ国務省と直接情報を取り合うなど、非常に多忙であった。また彼は任務中に最初の主武賞を受賞した。 彼の任務中にベルリンの壁が建設され始めた。ワトソンはそれを挑発的な行為とみなし、西ベルリンの飛び地であるに軍事駐留施設を設置し、またベルリンの壁付近の上空をヘリコプターで常事業させ監視した。戦車での対戦は早い段階でベルリンの壁で行われていたかもしれない。ワトソンが東ベルリンソビエート司令官、 アンドレイ・ソルビエフとの面会をキャンセルするという外交的事件が起こった。ワトソンの補佐官二人と通訳を乗せた陸軍の公式専用車両が東ドイツに入国用としたところアメリカが把握していない東ドイツ国境警備隊が入国証明書を提示しなかったという理由で入国拒否された。アメリカ側の見解ではソ連側の政府役人のみが アメリカ軍に証明書の提示を行うことを要求できると主張していた。ワトソンはこの行為に不快感を示し、ソルビエフとの会談を取り消し、抗議を行った。皮肉なことに、この会談は一週間よりも早い期間で、アメリカの政府交換の入国禁止についての議論を講じるために召し来たされたものであった。ワトソンも報復措置として、ソルビエフと 西福門の西側への出入国を禁止した。また二度目の外交問題も発生している。西ドイツの若者が東ドイツのバスに投石し妨害したことをめぐって、ソ連の高官がワトソンとの面談を辞退した。さらにワトソンは西ドイツへ亡命を試みて、東ドイツの警備隊に射殺されたペーター・フェヒターの事件処理と、それに関する民衆の暴動を鎮圧した。 ワトソンは1964年8月1日に琉球列島高等弁務官に就任した。しかし国務省はもともとチャールズ・エイチ・ボーン・スティール三世を任命するつもりであったが彼の視力が低下したため高等弁務官の職務を全うできないと判断した。国務省は代わりにワトソンに申し出た。1965年8月、ワトソンは 当時の日本の内閣総理大臣、佐藤栄作を出迎え、日本の首相と会談を行った、最初の高等弁務官となった。ワトソンもまた、沖縄に前任者のキャラウェイよりも、はるかに大幅な助けを行うことを日本に認めた。彼は、アメリカ軍と琉球立法院との良好な関係を築き上げようと試みた。自治権拡大と日本との関係を強化も行い、 琉球諸島の住民に対して柔和な態度で臨んだ。しかしながら、彼はアメリカが掌握している沖縄の市政権を放棄するのを拒否したが、その背景としてこの頃、アメリカ軍隊の機動力が低下し始め、国家の安全保障を脅かす危険性を懸念したと考えれる。好調なスタートを切ったにもかかわらず、前任者に引き続き、ワトソンと当時の中日アメリカ合衆国大使を、 勤めたエドウィン・オーライ・シャワーとの関係が悪化したままであった。協定破棄と重要情報を知り得る中から追放された理由で二人とも互いを告訴した。ワトソンは二個目の資金賞を人気終了を迎える頃に受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。